まあいいな。今日はですね、先ほどね全量したんですけど、それまで全量数が799で、あと1曲でね800名だったんですよ。で今回やる曲はマイナスショーが一番嫌いな曲譜面というのを全量しましたので、皆さんぜひね、僕のこうガチガチに緊張してすごいっていうね、本当にガチでやってますので、ぜひねそちらをご覧ください。というのは冗談で、今回寝起きのマイナスショーが実況させていただきます。皆さん聞きました？今のこの後か、この後聞いておいてください。僕ずっと前から思ってて、寝る寝る寝るソーセージって何？ソーセージ、ソーセージ、ねるねるねるソーセージって言ってるよね。別にあれでもよくね、一卵性ソーセージ、それ違うわ。まあ一卵性ソーセージはね、同じ母親の体内で同時期に発育して生まれた2人の子供である、いわゆる双子というね、まあ関係ないことを入れていくんですけど、うん、まあ話は戻って、この辺僕は、まあ、暇だなと思って、この曲ね、暇なんですよ、叩いて。譜面的にも、ワンパターン。ほら、似たような譜面が流れてくる。将来のになりたいの。いや、何になりたいんだ。詳しく説明しなきゃ夢叶うわけないだろ。何言ってんだよ。紹興酒？連打結構入ってて草なんですよ。まあ、7、7、8入ったことあるんですけど、なんたらかんたら紹興酒って、紹興酒って、紹興酒は中国のお酒だよ。まあ、でもこうね喋ってるとね早いですね。うん、他なんか言うことあったっけ、他なんか喋ることちょっとメモっておいたんですけど、あ、そうですね、全量するのはそんな強くないんですけど、これ曲的にはカラフルとか誰とき裏しようと思ったんですけど、これがねちょっとキリがいいんで、あと苦手なんでね、嫌いなんで、先に終わらせましょう。終わり。ありがとう。これは太鼓の達人で、まあ、最初に説明あったと思いますけど、本当に太鼓の達人で一番嫌いな譜面です。寝る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 ソーセージです。ゴッドソング。バンドじゃないもん。じゃあ何なの？こんなタイミングで店内放送なの？バンドじゃないなら何なの？マップ仲良し。結構多いわ。僕こういう系の譜面が苦手で、ゴッドソングのペットショップサイズ、ご主人の中でめっちゃ簡単な方じゃないですか。僕ああいうのできないんですよ、あの2曲。あ、どんだけ苦手かっていうと、あるじゃないですか、 1.4 倍固定でやるぐらい、そんぐらい苦手です。本当よくねこのメンテで耐えてくれた、本当に最後まで無反とね、多重ね、ゴッドソングだけでね何回来たか分かんない、本当に。まあ一応ね、多重反応無反応の映像が先ほど撮れたのがあるんで、それもねご覧ください。それ以外にもねすごいです、多重で蚊出たりとか負荷出たりとかすごいあります。あー、また多重かよ、フルコンすらさせてもらえない。そしてなんとね、記念すべきね、これがね800譜面目なんですよ。やったー、コツコツ頑張ってきてよかった。そしてなんとね、ポップス残ってるのゴッドソングだけでした。全部全量してます。あとだからゴッドソングのせいで制覇できてなかったポップス、うん、だから今回ねそれもあったんで決めました。やっと新曲とかできるぜ、ずっとやってなかった。苦手なプチシングル来たよ。あれドンだったら初見全部だった。もうプチシングル苦手なんだよ。初見でされてるか。
プチシングルで2個。うわあ。希望があるとすればこれです。最後、今回のアップデートも初見全量なんとか1曲、うん、あと1曲ありますけど多分厳しいと思う。9番危ない。最後出るかと思った。今回なんか緊張させる曲ばっかですね。なんか緊張する全部今のところ。遠慮して言うセリフまで決めてたんだよ。ほら、あれがプチシングルだったら遠慮は無理だったかもしれないっていうね。長身の星屑2ストラップもね、ハードンってところね、プチシングルが苦手だからロールショルでやってたんだよ。ドンのシングルだったからいけたんだよって言いたかったんですけど、なんかプチのカタカタカっていうね、なんか変なリズムなんてところで出して散った。言うセリフまで考えたのに。ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございます。で今回ゴッドソングのプレイ回数をね、お恥ずかしながら公開しようかなと思います。でまあ全部が全部ただその正規譜面をやったわけではなく、デタラメとかアベコベとかいろいろあとネタとかねやってたりとかするので、まあそれにしても多い、普通に多いんで、よくね回数でね煽ってできたりとか、まあいるんですけど、まあ僕は別に気にしないです。どうせ他の曲やってる人でね、こう家庭用でこうやってやってね、AC でやってないだけだからみたいな。あと譜面研究とかね。だから僕はそうやって包み隠さないで公開するのも、まあ面白いんじゃないかなと思います。譜面研究も僕他の曲でもしないんで、実際にこう叩いてそのままやっちゃうみたいなところがあって、まあ別にプレイ回数増えてもね、僕はいいと思います。だから他のね、ドンダーの方も別にね、プレイ回数とか気にしないで、そんなちっちゃいことね、ひねくれたことは言わず、太鼓の達人を楽しみましょう。ということで、本当にこっからですね、いよいよ800。もうね、かなり全量するのもなくなってきました。こっからも楽しく頑張ります。